どうもバーマーモスの田中です。皆さんちょっとイメージしていただきたいんですけれど、僕がねサラリーマンだったとしまして、取引先の社長から直接こう言われるわけですよ。田中君、君のおかげでね、うちの会社は本当に助かってる。もう本当に君のおかげだよ。いつもありがとう。って言われるとね、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。でもですね、別のパターン、こういうのどうでしょうね。自分の直属の上司が僕に言うわけですよ。おい田中、俺あそこの会社の社長とこの間偶然ね会ったんだけど、お前のことめっちゃ絶賛してた。田中君のおかげでうちの会社はめちゃくちゃ助かってるって、本当にいつも感謝してるんですよって言われたんだよ。俺もうめっちゃ嬉しくてね、なんかもう鼻高々だったよみたいな感じのねことを言われたとするじゃないですか、上司からね。どっちかって言ったらこっちの方がなんか嬉しくないですね。もう一つの例を挙げますけれど、ある女性がですね、僕のことを好きだったとするじゃないですか。花子さんとしましょう。でその花子さんが僕に言うわけですよ。田中さん、私ね、もう田中さんのことめっちゃ大好きなんですよって言われるとするじゃないですか。当然嬉しいですよね。でももう一つのパターン、これも先ほどと同じようにね、第三者を介して入ってきたとしましょう。花子さんのお友達が僕に言うわけですよ。田中さん、私のお友達に花子いるでしょって。これ絶対言うなって言われたんですけど、花子はもう田中さんのことがもうめちゃくちゃ好きなんですよ。もうでも絶対これ聞かなかったことにしてくださいねみたいなことを言われるとね、花子さん僕のこと好きなんだみたいな。どっちかと言ったらこっちの方が嬉しくないですか。つまりどちらも第三者を介してその情報が入ってきてるわけなんですよね。この第三者を介して入ってきた話の方が信憑性が高くて、効果も大きい、影響が大きいってことなんですよね。これはですね、実はウィンザー効果っていうですね、心理現象なんですね。ウィンザー効果、第三者を介して入ってきた情報の方が信憑性も高くて影響力が大きいという話なんですよね。で、つまりね、自分が誰かを褒めたい場合ですよ、そうやって直接褒めるのも当然いいんでしょうけど、第三者を介して、伝わった方が よっぽど効果が高いってことなんですね。自分が誰か好きな人に告白する場合ですよね。これはね、一概に言えないかも分かりませんけどね、男だったら直接言った方がいいだろうとかいろいろあるかも分かりませんけれど、でも実際はですね、第三者を介して、自分の気持ちが伝わった方が効果が高いということなんですよね。でこれですね、例えば飲食店に例えて言いますとね、お店の人が、ある居酒屋さんがね、いやうちの料理をぜひ食べに来てください、うちの料理何食べても美味しいですからぜひ、ご来店くださいって言われるよりもですよ、自分の友達がね、おい田中、あそこの居酒屋行ったことあるか、あいつ全部うまいぞ、何食ってもうまいからお前行ってみって言われた方がなんか行きたくなりますよね。でね、こういうことって、その飲食店を例にとればね、食べログなんかでもそうですよね。コメント書いてあるじゃないですか。いくらお店がね、当店は取れたての料理、取れたてのね素材を使って料理して美味しいものを提供してますっていうよりも、やっぱりあのコメントの方を信用するじゃないですか。ね、Amazon なんかでもそうですよね。レビューってありますよね。要は使った人の感想ですよね。その会社に対する感想であったりね、商品に対する感想ありますけど、あれをね、いくらその会社がね、当店の商品は素晴らしいですって書いてもね、やっぱりそのレビューの方を見てしまいますよね。そっちの方がやっぱり信憑性が高いんですよね。ですしね、やっぱりその影響力があるわけなんですよね。で、ですからね、このもし例えば飲食店ですとね、この心理的なね、要素をこう使わない手はないですよね。だから確かにね、当店のこれは美味しいですみたいなことを情報発信していくのもいいんですけど、それよりも、明らかにやっぱり誰かのですね、例えば Facebook でシェアしてもらうとかね、 Instagram で撮ってシェアしてもらうとか、そっちの方がやっぱり見てる人にすればですね、明らかにそっちの方が影響力があるわけなんですね。信憑性というか、効果が高いわけなんですね。ですから戦略としましてはね、できるだけそうやって、自分で発信していくのもいいんですけれど、お客様に発信していただくというようにできるだけいろいろ配慮をした方がいいんじゃないでしょうかね。これはまたいつかですね、時間を割いてお話ししたいんですけどね、つまりは
わー美味しそうって写真に撮られたくなるような料理を出すとかね、この店のこのシステム面白いって誰かに口コミで話したくなるようなね、戦略にしていくというようなことをですね、考えられた方がいいと思います。でですね、これ第三者を介した方が影響力が強いということなんですけど、これ逆に言えばですよ、もういい話もそうですけど悪い話もそうなんですよ。要するに自分の悪口ですよね、直接本人から悪口を言われるよりも第三者を介して入ってきた悪口の方がこれまた、ね、効果が高いわけなんですよ。つまりね、あの人そんなこと言ってたの自分に対してみたいな感じになるじゃないですか。もうそっちの方がよっぽど嫌ですよね、直接本人に言われるよりも。ですからね、他人の悪口を言うのもですね、そういうことありますからね、第三者の耳から入ったらですね、もう大変なことになってしまうんでね、あんまりね、愚痴とかは、言わない方がいいかも分かりませんよね。なんか意見があるなら直接本人に言った方がいいのかも分かりませんよね。はい、というわけで今日はですね、この非常に効果が高いですね、このウィンザー効果についてお話ししました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。